吉田さん、第一生命ネオバンク良かったでしょ。で、これがね、2月末で、まあ、終わりというのもまたなんかね、モチベーションになるかなと、締め切りがあるからモチベーションになるっていうところがあるのかなと思うんですよね。で、これやっぱりこう毎日動画更新して紹介していって、いろんなこう切り口見せ方を変えていって、でも紹介するのは同じ案件っていうね、うん、だから打ち出し方を間違えるといいものでもやっぱり人にね、認めてもらえないものが出てくるなっていうのは顕著の例ですよね。まあ、案件としては第一生命のネオバンクですから、まあ、第一生命のネオバンクって前に出したらそれで離れていく人もいると思うんで、別の切り口でね、1500円をみんなに配りますみたいな、限定50名ですとかやったら、もしかしたらそれはエントリーになるかもしれないですし、そのアフィリエイト初心者が儲かる方法なんて結構ね、アフィリエイトで結果が出ない人にとってみたら、あ、これやってみようかなみたいなことになると思いますね、うん、だからこの入り口はたくさん開けれるわけですよ。で、行き着く先は全部一緒みたいなところがありますけども、まあそうやって考えていくと、まあ動画の数も自然と増えていくんだろうなと。で、それがやっぱりこう売り上げが上がらない人っていうのは、同じパターンのやつをずっと取っていって、で、反応が全然ないとかね、で、アクセスは流れ込んでくるんだけどもね、300とか500とかっていうアクセスは取れるんだけども、でも行動しない人、ただ見たい視聴者に徹する人がいっぱい見に来てもしょうがない。それだったら10人しか来ないけどもね、7、8人が行動するみたいな、濃い人が来てもらいたいなっていう、まあそういった呼び込み方もあるのかなと思いますよね、うん、やっぱね、バレンタイン事件ではそういうことじゃないですか。だからバレンタインでもこの義理チョコっていう文化がありますよね。もう私たちはもう無縁のものになりましたけども、うん、まああれっていうのも、結局義理チョコってのはもうそっから義理からは全然スタートしないんで、そこに期待を設けてもダメで、やっぱりそうじゃない、これ一みたいなね、うん、こう特別なやつをやっぱゲットできるように日頃からアプローチしておくことなのかなっていうところじゃないかなと思いますね。やっぱね、うん、まあ、どこが人に刺さるのかっていうのは違いますからね。なんかちょっとした瞬間にこう心惹かれたりとかすることもあるし、意外な一面を見たりとかね、そうじゃなくて、そういったところじゃなくて、うん、安定した部分がいいっていうものもあるかもしれませんしね、うん、なんかそのモテる人っていうのも男女ともモテる原因は同じ人なのに違うこともあるんでしょうね、きっとね。まあ、いやはや今日も行ってみましょうか。したらみんなの銀行で、あ、もうあとわずかですね、あと15日。まあでもみんなの銀行ね、吉田さんもう楽勝で家賃が払えるというそう考えたらやらざるを得ないですね、うん、だからこれね、時間がむちゃくちゃある人ってもっと有利なんだろうなと思うんですよ、うん、あとはね、なんか引きこもりでも稼げたみたいなね、まあ、そんな感じの人とか、なんかこう入院中でも稼げたとかね、まあ、まさに入院中でも稼ぎますよね、これね。まあ、そんなとこですか。じゃあ、行ってきます。